打ちたくてしょうがなかったんで変わってもらいました。16ヤードアゲンストで7番です。はい、うわー、池から出た。出た気がする。乗った？あの右に。ね、池から出て、さあ、いる？ラフにいる。はい、お願いします。今、7番で打った。7番で打ちました。このアゲンストで何番手ぐらい上げてる？1番手上げてる。なるほどね。はい、そこをちょっと2番手ぐらいに上げてもいいのかな。要するに、もう当たる確率がちょっと悪くなるのは分かってるんで。はい、練習もしてない、はい、で一ホールはずっとカメラ持ってたみたいなね、はい、なので2番手ぐらいを短く持ってちょっとコンパクトに振ってあげる、なるほど、そういうショットをしてもいい、よかったかもしれませんね。はいはい、ちょっともう一回やっていいですか？もちろん。あとはね、ここのホールはものすごい風が難しい。はい、もう僕らでもすごい悩む。あの、僕ら池のこう流れとかね、池の水の流れと、あとは松の一番上のこう揺れ方を見て、あとは もちろんピンフラッグ。でもピンフラッグあれ結構右行ったり左行ったりしてるの、さっきから。決まった。お、チャンスじゃない？チャンス。じゃあ6番で。はい。コンパクトに行きます。はい、おー、いい。これは完璧じゃない？わー、こういうこと。マネージメント。ちょっとなんだろう、みんなビフォーアフターがなんか。すごいですね。本当に1回ずつしか撮ってないんですよ。いやいや、本当にすごいね。すごいですね。びっくり。誰のおかげ？いや、もう僕のおかげですよ。ヒノ先生のおかげですね。はい、私は8番です。はい。行きます。多分めちゃくちゃ右向いてるんですけど、これでちょうどいい感じです。どこ狙ったんだろう。ピン狙ってます。お、はい、大成功。大丈夫です、はい、全然向いてるように見えない。嘘、アイアン引っ掛け気味だから、うん、右向くぐらいがちょうどよくて。なるほど、そう、はい、もう100点満点じゃない。おー、やったー、はい、クラブの選択といい、はい、ちゃんと自分の癖を分かりながらちゃんとアライメントを決めれたっていうのは本当に良かったと思います。はい、おめでとうございます。ビフォーアフターもなしです。いや、そうですね。はい、何この終わりで、ね、いい感じに上がりようで、みんな、はい、なんかでかいの持ってきたね。相当でかいの持ってきた気がする。7番アイアンと7番ユーティリティです。はい、7番ユーティリティがちょっとデカめっていうのは分かってるんですが、はい、7番アイアンは打てないんです。なるほど、当たらない7番アイアンを打ってみます。はい、おお、当たりはいい。あー、そうなんや。そうなんや。じゃあユーティリティですね。いや、でもね、今のは僕アカデミーでやった練習の成果がすごい出てると思いました。うん、右向きすぎる癖があったんだけど、その修正がまずできてたことが一つ、うん、多分ピンぐらい狙ったんだ。はい、うん、あの後ろから見てて、あのピン狙ってんだろうな、でも多分自分の中ではちょっと左ちゃんと向いたんだろうなみたいなね、うん、でもなんかアカデミーの中でも練習しててちょっと最終的には修正でききれなかったのが、うん、右にプッシュアウト、うんうん、要するにこう顎と肩がこう触れ合うとか、うん、あとはフォロースルーの、うん、アームローテーション、これがこうちょっとこう肘が抜けてしまう、左に抜きすぎてしまうとかね、そういったところの、まあ、動きが修正できてなかった結果ちょっと右に出ちゃったよ。でこれだけ上げてるから池越えれなかったっていう、だあれがもしまっすぐ行ってたら多分エッジぐらいで、うんうん、結構いいところにあったと思う。コースの中でのマネジメントは番手をやっぱり、はい、あと一番手上げてよかったかなっていうね、うん、そういうミスが起こりやすい今状態でコースを来てるからね、はい、うん、
そこだと思います。今日の状態も考えながらってことですね。そう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 、さっきの私と一緒ですよね、はい、やっぱりね、どうしてもアマチュアの視聴者の人たちも一緒なんだけど、最高の自分を思い描きながらずっとやっぱりこうティーグラウンドに立ったりショットしようとする場合が多いからね、うん、はい、うん、そういったところをちょっとこう、ね、想像しながら、うんうん、今の状態を考えてちょっとショットするっていうのは大切かなと思います。はい、はい、ナイスねえ、みんなすごいよ、ナイス、素晴らしいね。やっぱり真っ直ぐ立つんで、一人でやったら大変な気がする結果な、ないですか、聞いた方がいい、うん、せやな、しかも聞いた方が合ってるって思って、うん、安心する、うん、自信持って触れるよね、うん、結構改善しなきゃいけないところがありました。あのよくショルダーストロークって言って、はい、こう肩がこう動く形がいいですよってされてるんだけど、はい、まあ、肩が全く動いてないわけじゃないんだけど、はい、こういう動き、こうではない、はい、この肘のくぼみが正面を向く、うん、こうではない、うーん、こうしちゃうと肘を外に向けちゃうと何が起きるかって言ったら脇が開くんです。で、肘のくぼみを正面向けると脇が閉まる。要するにこう上半身とこの腕がくっついてる面積が多ければ多いほど肩を動かさないと腕が動かせなくなる。これだったらね、もういくらでもこういかようにもこう腕だけのコントロールで、だからなんかこうなんか振ってる割に転がってないっていうね、なんかちょっともったいないストロークをしてるなっていう感じがしました、はいはい、まあでもわかんないですよ、ちょっとしか見てないからね、まだね、うんうんうん、合ってたんじゃないかな、思ったより下ってましたね、ストローク自体は悪くないと思います、はい、何も練習しないでスタートしていきなりパッティングしてこのぐらいのオーバーは良しとしなきゃいけないと思います、はい、逆にこれがダメだ入んなかったみたいなことで次のパットに響かせるよりかは OKOK みたいなね思っていいと思います、はい、スライスしたってことは右縁ぐらいかな、強っ、めっちゃ強いですね、めっちゃ強いです、はい、強かったです、強かったです、2ホールマネージメントをしていただいたんですけれども、いつも明らかに違いましたね、はい、本当にありがとうございます、ありがとうございます。なんか私的にはやっぱりリサがこういかにマネージメントが大事かっていうのを全然分かってくれなかったんで、はい、これひな先生のおかげで分かってもらえたかなと思うんですけどずっとこの顔してましたどうだみたいなねほらなみたいな、なんかずっとこの顔してました分かっていただきましたが、はい、勝ちました、こんなに違うって思わないから、ね、いやでもね、できすぎですよ皆さん、こんなにうまくはいかないから
本当に。でも本当、うん、下手打って教えてもらってめちゃくちゃいいショットを全員ちゃんとやりましたね。ねうん、でも打ち直しなしだもん。でもね、本当にちゃんと2球目でちゃんと結果が出てるっていうね。うんはい、それだけ的確なアドバイスをいただいたっていうのが。いやそんなことない。あんたね、ちょっとこれなんかアドバイスあればいただいてもいいですか？何か。いやもういい生徒すぎて何もない。何もない、はい。あとは覚えてけみたいな。そう。頑張んないと。まあでもねやっぱり、はい、あのなんて言うんだろう、こうきちんと忠実にまあやるっていうこと、うん、それやりきるっていうのが僕すごい大事なことだと思ってるんで、はい、うん、それは本当に今回皆さんちゃんとできてたし、結果が出てるっていうのも良かったなと思いました。なんかたった2ホールやったけどめちゃくちゃ学べた気がする、うん、ね、はい、楽しかったね。2球目の安心感、そう見ててもすごい伝わってくるから、うんすごい良かった。全然違う。だって、うん、普段はその1球目だけのゴルフをしてるわけやから、そうだね、そうだね、なんで幸せできないから、ね、そういつも見てるから、うん、なんかうんって感じ、うん、そこで3番打ったかみたいな、すごい面白いね。でもショットが悪いとか言うからやっちゃうねん。今日すっきりしました。よかった、よかったです。喧嘩しないでね。ちーちゃんはどうですか？私はなんだろう、やっぱりあのりさちゃん言った通り2打目の打ち直しって基本できないので、あの時この番手だったらどうだったんだろうってパー3とかでよく思うんですよ、うん、あえこれもう一個大きいのだったらどうなってたんだろう、なってたんだろうなって思うのが今日ねできて、やっぱり一回って違うだけで、風が違うだけでとか、ちょっとしたそのゴルフって気候の差だったり、うん、風の差だったりって変わってくるので、うん、面白いなって思いつつ、うん、ちょっとどんどん習得していこうと思ね、うん、みんなが言われたことも全部引き出しにします。確かに確かに、はい、じゃあ明日はね、その答え合わせじゃないけど対決があるんで、はい、ね、今日のやつを生かして、ね、頑張りたいです。そうですね、はい、あと明日またレッスンもしていただけるんですね。あ、もちろんラウンド対決までの時間はあるんで、はい、やりましょう。朝6時起きていきましょう。はい、もちろんもちろんです。じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思います。はい、日野先生のチャンネルも貼ってるんで、はい、皆さんぜひ登録してください。はい、それじゃあバイバーイ。バイバーイ。